真の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は地球連邦政府に対し、開戦からわずか3ヶ月で地上の半分はジオン軍の支配下となって、我々も同じ土俵に立つのです。 V 作戦、新型モビルスーツ開発機ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回はギレンデーボーチの独立戦争期地球連邦軍編、ヤザン少佐を目指す続きをプレイしていきたいと思います。一年戦争開戦当時中尉だったヤザンが軍団長に就任できる少佐まで階級を上げるという目的でプレイの方をしています。で、前回はですね、ハワイの攻略戦に始まり、北京、そして激戦となったマドラスの攻略まで行いました。マドラスにはジョン軍のモビルスーツが大量にいたので、まあ、消耗戦になってしまったんですけども、この激戦を制することができましたので、今回はその続きになります。で、今ご覧いただいているのが進行中の開発プランになります。いわゆるプロトタイプガンダムと呼ばれるものがあと1ターンで開発終了する21ターン目まで進めてきました。今回はここから始めていきたいと思います。制作面の方も今のところ順調に来てまして、占領地が、いや奪還地がハワイ、北京、マドラスと増えてますが、反抗状況はあまりないというところになっています。では早速時間を進めていきましょう。まあ、ヤザンはこの後ですね、最新兵器プロトタイプガンダムが完成したらこれに乗ってもらいたいと思います。ヤザンの能力自体はですね、連邦軍の中でも 1,2 を争うパイロット能力持ってますので、最新兵器が配備されること自体に特に違和感はないかなと思いますので、もうバシバシ最新兵器をね、配備していきたいと思います。ではプロトタイプガンダム報告を受けましょう。高性能モビルスーツガンダムが完成しました。まだ試作の段階ですが、このガンダムさえあれば我が軍の勝利は間違いありません。レイ隊、ガンダムとはそれほどまでにすごい機体だというのか。はい、ルナチタリウムの装甲、戦艦並みの威力を持つビームライン、楽程度のモビルスーツでは到底太刀打ちすることはできないでしょう。あとは最終テストを残すのみです。情報をお待ちください。では完成したそのプロトタイプガンダムですね、まあ、ビームライフルは攻撃25、命中率75、優秀ですね。あと運動性能が23なので、まあ、これはジョン軍の高機動型ザクに匹敵するような、そういう運動性能を持っている機体になってますので、まあ、中盤にかけてまではこのプロトガンダム、プロトタイプガンダムで十分にヤザンが戦果を上げてくれるんじゃないかなと期待はしています。ではこのガンダムが完成したことによって、新しくですね、開発提案来てますので、そこから確認をしていきましょう。新兵器の開発ですね、まずは陸戦用量産型モビルスーツの開発、これ陸戦型ガンダムだと思うんですけども、これの開発期間5ターンかかるので早速投入しました。続いてそのガンダムが持つバズーカですね、これは1ターンで完了しますので、先に開発入れちゃいましょう。ではこのガンダムをヤザンにね、配備して、次の攻略作戦の目標なんですけども、次はですね、北米ニューヨーク、ここの攻略に入っていきたいと思いますので準備を進めます。ここにはジャブローから、そしてベルファストから部隊を送り込んでいきたいと思いますので、軍団の再編、特にね、マドラス基地攻略で消耗した部隊の増強を行っておきたいと思います。では時間を進めていきます。開発部のレーダーから通信です。回線を回します。続いてテムレイから通信入ってますので確認していきましょう。サイドセブンでのテストは順調のようだな。はい、予想以上の高性能を発揮しております。まずはテスト映像をご覧ください。V 作戦によって完成したモビルスーツの性能はジオンのザクをはるかにしのぐ驚異的なものであった。
が我が軍のモビルスーツか。すごいものだな。しかし V 作戦にかけた予算があれば戦力の回復はもっと迅速にやれたのではないかね。ゴップ提督の言うこともわかるが、それでは敗戦を繰り返すだけではないのかな。しかしすでに V 作戦は動き出している。勝機もまた遠からず訪れよう。ついに我が軍のモビルスーツは完成しました。あとは試作モビルスーツと開発データをサイドセブンから持ち帰るだけですが、万一の場合に備えペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースを回収に向かわせてください。レイ大尉の言う通り、 V 作戦の回収は重要な任務です。ただの輸送任務ですが、ホワイトベースは信頼できる人材に任せるべきでしょう。パオロ・カシアスを艦長にしてはいかがでしょうか。はい、ここからは我々のよく知っているガンダムのね、シナリオを追っていくことになりそうです。パオロ艦長にホワイトベースは任せましょう。はい、それではパオロ・カシアスにホワイトベースを任せ、サイドセブンに向かうよう命じます。レビル将軍、ルナ2より緊急連絡。サイドセブンが敵の攻撃を受けました。研究施設は大破し、ホワイトベースの乗務員にも多数の死者が出たようです。なお情報が確かなら、敵はあの赤い彗星。これはアニメガンダムのね、最初シャアがサイドセブンに潜入するというイベントになっています。続きを見ていきたいと思います。まさかな、ホワイトベースは無事なのか。はい、今のところは。しかしパオロ艦長が戦死し、極めて危険な状況にあります。そうか、あのパオロがな。だがホワイトベースはどうやって赤い彗星の攻撃を切り抜けたのか。信じられない話ですが、士官候補生のブライト・ノア少尉が艦長代理となり、民間人の少年少女たちが戦闘を行っていたようなんです。ルナ2からの報告を受け取ったレベル将軍は自分の目を疑った。軍事機密である V 作戦が赤い彗星に襲われ、それを阻止したのが年端もいかぬ少年少女たちだったというのだ。さらに戦闘経験のない15歳の少年がガンダムを操り、ジオンのザク3機を倒したのだという。つまり将軍、ホワイトベースはこのまま民間人の手に委ねておくと、そうおっしゃるわけですな。うん、今の我々にルナ2に戦力を回している余裕はない。 V 作戦の成果は彼ら自身の手でここジャブローに届けてもらう。無謀ではありませんか。 V 作戦の全てがジオンの手に落ちてしまう可能性があります。彼らは赤い彗星を退けた。そちらの可能性の方を信じてみたいのだよ。仕方ありませんな。ホワイトベースに民間人ですか。厄介者にならなければいいですな。将軍、本当にホワイトベースを民間人の手に委ねたままにしておいてもよろしいのですか。ここはホワイトベース隊を結成するかしないかというイエスオアノーの選択になるんですけども、ここは史実に近いホワイトベース隊結成、これでいきたいと思います。それではホワイトベースにはジャブローへの帰還を命じます。彼らの幸運を祈りましょう。では開発ですけども、陸戦ガンダムの開発が完了しましたので、今度はジムの開発にね、着手していきたいと思います。軍団の再編も順調に進んでますので、このままですね、モビルスーツと、あとはまあ航空戦力、それに支援機であるガンタンク、量産型ガンタンク、これらをうまく組み合わせたモビルスーツ主体の軍団に構成を変えていこうと思います。
偵察部隊によるとホワイトベースは大気圏に突入する際赤い彗星シャアの攻撃を受け進路の変更を余儀なくされました。降下地点は北東ジオンの勢力圏内です。諜報部より報告書が届いています。ホワイトベースはアニメ通り北米ガルマ司令のいるニューヨークに降下を余儀なくされたようですね。偵察部隊によって北米に降下したホワイトベースはガルマ地上軍と交戦しこれを退けることに成功しました。しかしこの戦闘でホワイトベースは消耗し補給を求めています。レビル将軍、補給を行うことができればホワイトベースは自力でこの危機を乗り越えることができるはず。ホワイトベースを敵の手に渡すわけにはいきません。私を行かせてください。ホワイトベースには補給を行います。補給を行わないとホワイトベースが撃破されてしまうのでマチルダさんを送りましょう。ありがとうございます。補給部隊を編成しホワイトベースの元に急行します。諜報部より報告書が届いています。開発部より。では陸戦事務、これの開発が完了しましたので量産体制に入っていきましょう。開発部より開発提案。さらに開発提案来てますのでこれもせっかくなんで中身見ましょうか。これこそ真の事務かもしれないですね。報告します。マチルダ隊からホワイトベースが回収した V 作戦の研究データが届きました。この研究データをフィードバックすることで我が軍の軍事技術が向上するわけです。 V 作戦の、ね、情報を回収しましたが今開発の状況としてはですねいわゆる事務、これの開発を進めてますのでジムの開発はねこのまま強力に推し進めていきたいと思います。そして V 作戦回収とともに通常のガンダムのね開発もできそうですね。さらにホワイトベースも開発できそうです。これはすぐに開発投入しましょう。このあたりが手に入るとね大きいですからね。今ヤザンはプロトタイプガンダムに乗ってるんですけどガンダムが完成間に合えば次の作戦にはヤザンはガンダムに乗ってもらってもいいかもしれないですね。報告します。ホワイトベースはジオン地上軍の攻撃を切り抜けました。また未確認ですがこの戦闘で地球攻撃軍司令官ガルマガビが戦死したという情報も入っています。作戦本部よりホワイトベース隊がガルマを討ち取ってくれたのでいよいよここから北米侵攻作戦の準備をねしっかり進めておきたいと思います。諜報部よりデビル将軍、これまでの戦いでジオン地上軍の拠点ニューヤークようやく来ましたね。ニューヤーク攻略作戦、これ早速発動していきましょう。この時のために戦力をね充実させてきましたのでニューヨークに一気に部隊を送り込んでこれを殲滅していきたいと思います。ご覧になりますか。早速部隊動かすための作戦から発動していきましょう。攻略目標はニューヨーク、部隊はベルファストとそしてジャブローからも部隊を出します。もうここはですね1ターンでニューヨーク攻略するために3部隊同時に進行させて一気に攻略という運びにしたいと思います。我が軍はこれよりニューヨーク攻略作戦を開始する。ジオン地上軍の本拠地であるこの地域の制圧は反攻作戦の大きな助けとなるはずだ。諸君らの健闘に期待する。では部隊を動かしていきます。まずベルファストからはヤザンのいるライアーの部隊ですね、これを投入します。3ターン後に入りたいので先にライヤーを動かしてその後ゴズメを落としてですね次の部隊も送り込むという形にしたいと思います。まあ、十分に叩ける戦力用意してありますので
大丈夫だとは思うんですが、念のためこの後ですね、ベルファストに控えている第12軍団、ここにはですね、シナプス艦長が軍団長を務めている部隊があって、一応ね、量産型ガンタンクターとフライマンタ等々で固めてある、それなりの大部隊になってるんですけども、これを用意してありますので、これを5詰めとして援軍で送れるように準備は整えておきたいと思います。将軍、我が軍の秘匿回線がジオンの乗っ取りを受けています。では、ニューヨーク反攻作戦の途中ですが、イベントがカットインしてますので、こちらの内容から確認していきます。一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。いな、始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に示してくれた。国民よ、悲しみを怒りに変えて盾よ国民よ、我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。優良主たる我らこそが人類を救いうるのである。ジーク、ジオン、これが敵。何を言うか。ザビ家の独裁をもくろむ男が何を言うのか。独裁、弟の死さえも戦いの道具にするとは、辛い戦いだな。ニューヨーク攻略作戦進行中ですが、ようやくジムの量産ができるようになりましたので、これ早速ジム量産していきましょう。資源が苦しくなってきていたところで、このジム資源が少なくて量産しやすいので助かりますね。数を用意していきたいと思います。レビル将軍、ホワイトベースが再び敵の攻撃を受けました。今度の敵は続いてホワイトベース隊がランバラル隊の攻撃を受けているということなので、これまた補給要請があった場合には補給をしっかりしてあげたいと思います。ホワイトベースの物資は底をつき、危険な状態が続いています。赤い彗星にガルマザビ、そして青き巨星か。彼らがニュータイプ部隊でもなければこの戦果を説明することはできんな。将軍、彼らが本当にニュータイプだとしたら、こんなところで死なせるわけにはいきません。彼らの行く末見届けたいとお思いになりませんか。ホワイトベースへの補給を許可してください。ありがとうございます。ホワイトベースをむざむざ敵にやらせるわけにはいきません。全力を尽くします。ではニューヨーク攻略作戦、部隊が到着してますので、ここからね、攻略作戦始めていきましょう。序盤イベントばかりご覧いただいていたので、ちょっとね退屈されてしまった方もいらっしゃるかと思うんですけども、ここからヤザンの戦いぶり、ご覧いただきたいと思いますので、ぜひですね注目していただければと思います。ここはレビル将軍とライヤー、ここにヤザンが入ってますので、しかもヤザンはねプロトタイプガンダムに乗ってくれてるので活躍を期待できると思いますので、頑張ってこのニューヤク攻略推し進めていきたいと思います。敵の部隊はやっぱり多いですね。弱体化したとはいえこの戦力、ただそれでもですね、こちらは
ガンダムもいるし、しっかり戦える戦力用意してありますので突っ込んでいきましょう。では全体マップ確認しながら進んでいきますか。アッザムがいますね。まずは上陸を先にしたいですよね。ハッガイとか、いわゆる水陸両用モビルスーツが確認できるので、先に上陸して安心して戦える状態を作っていきましょう。ではまず上陸していきましょう。無事に上陸できそうですね。さっさと上陸して確実に陸上で敵を倒していきたいと思います。ここにはヤザンもいます。ヤザンはガンダムと、あとはガンキャノンの3スタックで戦っていきたいと思います。ここも一旦ね、確実に陸に上がっちゃいましょう。さらに陸戦型ガンダムももうすでに実戦配備できている状態です、まあ、かなり安心して戦えるんじゃないかなっていうね、上空を作り出してますので、あとは貴重な戦力を失わないようにですね、一応ミディアなんかは後方で、待機する、まあ、そういう戦い方でいきましょう。先にヤザンの部隊の方が敵の攻撃にさらされると思いますので、ここに対してはしっかりケアを入れておきたいと思います。ミノフスキー粒子を巻きながらというところですね。で、下から迫っている部隊に関してはですね、今のところ敵の脅威はなさそうなので、このまま粛々と上陸作戦を行っていきましょう。隙あらばですね、ミディアの部隊で、ちょっとでもね敵の中心部に近づいてから上陸したいと思いますので、まあ、ここで迂闊に近づきすぎて敵のアッガイとかに艦載機を乗せたままミディアが撃破されないように、そこだけねしっかり注意を払っておきたいと思います。ここはヤザンのガンダムとしての初陣ですね。案外4機から攻撃を受けるという形ですけど大丈夫かな、ちょっと心配ですけど、ちょっと見守りましょう。ここはヤザンの初陣ですね、ガンダムとしての。まあ、陸上で戦うので水中だとね、ちょっと案外の4ユニットから同時攻撃を受けるとなると心配ではありましたけど、陸上にいるのでまあ大丈夫かなと思います。ここからは格闘戦に入ります。ガンキャノンは格闘がね、まあないので、本来だったらどうだろう、ガンダム、ジムぐらいの3スタックだと良かったのかもしれないなと思います。はい、大丈夫そうですね。ちゃんと回復しながら進んでいきたいと思います。共同撃破も一応ね、ヤザンの撃墜スコアに入れていくことにしてますので、今回ここまでですでに撃墜スコアどうだろう、1稼いだというところかなと思います。敵潜水艦もいるのでここは貴重なユニットにはなりますけども、フライマンタもねちゃんと投入できるように用意はしておきたいと思います。これで今回ヤザン撃墜スコア3に伸ばしてます。戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。ここまでね撃墜されたのはフライマンタが2ユニットのみで他損壊0ですね。ヤザンも撃墜スコア5まで伸ばしてます。これで6、7と稼げるかな。敵はザクキャノンですね。一気に攻めるぞ。6、7と稼いでいます。このままね補給ライン上を進行していけば
ヤザムで攻撃回数増やせると思いますので、撃墜スコアをどんどん伸ばしていきましょう。では攻略作戦、これで2ターン目に入っていくことになると思いますので、次のターンで仕留められるように頑張りたいと思います。では2ターン目に入っています。ここも押し込んでいきましょう。まだヤザン押していって大丈夫かな。ちょっとあんまり突出しすぎると怖いかなというところもありますけども、ここは思い切って前面に出て敵の数減らしに入りたいと思います。これで全拠点制圧完了になります。ヤザンは撃墜スコアこの戦いで18伸ばしました。相当頑張ってくれましたね。残存勢力の総統戦に移行します。ニューヤークも取れましたし、ジムの量産体制も始まってますので、このままね戦力の拡充を行って、我が軍の勝利です。オデッサの奪還作戦という大きな目標に向かって、準備を進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。参謀本部より報告書が届いています。